こんにちは、葵です。今日は保育園でも大人気でとっても簡単に作れる焼き豚チャーハンのレシピをご紹介します。まあ、焼き豚をね使うって言っても保育園で手作りはしないんですけれども、これを使うことによってコクも出て、さらに薄味で作りますので、その焼き豚の旨味が染み渡って本当にすごく食べやすくなります。さらに今回は保育園流のチャーハンの簡単な作り方をご紹介しますので、ご家庭でもぜひ真似して作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。葵の給食室。今日使う材料は長ネギと、それからチャーハンなんですが人参も入れていきます。人参とあと卵は使わず、今回は根幹で黄色の色味をつけていきます。根入ると甘みが加わってすごくねお子様が食べやすくなります。それから今日はね焼き豚チャーハンですので焼き豚を使っていきます。保育園ではお肉屋さんが作ってくれた手作りの焼き豚使ったんですけど、まあそれが美味しくてで、皆さんねスーパーとかで購入すると思うんですけれども、焼き豚っていろんな部位で作られているんですが、バラ以外であれば大丈夫です。あのバラだとちょっと脂がね多すぎちゃうので、肩ロースかロース、豚ももの部位で作られている焼き豚であればどれでも大丈夫です。でもしね焼き豚使うの抵抗あるっていう方は、豚肉、普通のね豚ひき肉に変えていただいて作るのがおすすめです。保育園によっても焼き豚使っていい園と、まあ、こういうのがね禁止な園とかもあったりして、まあ、禁止の食材も保育園によって結構まちまちです。ただ私が勤めたところではお肉屋さんがね作ってくれた美味しい焼き豚を使ったチャーハンが本当にすごく人気だったので、今日はこの作り方で紹介をしていきます。とそれからご飯です。ご飯はねご家庭で作るときはあの冷凍しておいたものを使っても大丈夫です。ご飯と味付けはお醤油とお塩と胡椒で味付けをしていきます。では野菜を切っていきましょう。今日はねチャーハンに入れますので人参はみじん切りにしていきます。今日もねなのでダイソーの野菜カッターを使っていきましょう。保育園でもね電動の野菜カッター使ってましたので、みじん切りすると自分たちでやるとねすごい大変な時間かかっちゃうので、こういったものを使ってました。こんな感じでちょっとねあの形が残ってても大丈夫です。少しね大きめでもしっかり炒めますので美味しくなります。長ネギもみじん切りにしていきましょう。で長ネギは野菜カッター使うとちょっと水分が出てベチャっとしてしまいますので、包丁でカットしていきます。わ、鼻にツンとくる焼き豚はだいたい5ミリから1センチくらいの角切りにしていきます。これもねあのお肉屋さんで角切りをお願いしてたので現場で切るってことはなかったんですけど、美味しそうなチャーシューだちなみに私の保育園では完了期のお子様からこのチャーハンでね出してました。それから根幹は水気を切っておきましょう。今日はねこの根幹ちょっと多いので測りながら水切りします。それでは具材を炒めていきましょう。フライパンに油をひきます。普通のサラダ油で炒めていきましょう。油が温まったら、ここにまず人参とそれから長ネギも入れて炒めていきましょう。大人は多分長ネギの食感を逆に出したいので最後の方に入れたりとかすると思うんですけど、子供の場合はこの長ネギの辛さがすごく苦手ですので、よく炒めてこの長ネギの辛みを飛ばしていきます。なのでね、味噌汁とかも長ネギ入る場合、最後にね、乗せるんではなくて、結構長めにね、ぐつぐつ煮ますね。今弱火で5分ぐらい炒めてます。そしたらここに、焼き豚と、
それから水切りをしたコーンも加えていきましょう。でさらに炒めていきます。なんかコーンが入ると一気に子供用のチャーハンっていう感じがしますね。可愛らしい感じ。焼き豚はね、本当はこう手作りとかねしてあげたいんですけど、まあなかなかやっぱりね調理して盛り付けしてってなると、まあそこまではねできないので、まあ衛生管理の問題でね早く作りすぎてもいけないので、まあ、この焼き豚を作るのはもう毎回お肉屋さんにお願いしてました。私の勤めてた保育園で納品してたお八百屋さんとかお豆腐屋さん、お肉屋さんとか、はあ、全部ねすごい美味しいんですよね。あの近くのね商店街のそういう八百屋さんが配達しに来てくれてたんですけど、まあ美味しくて個人的に結構買いに行ったりも実はしていて、野菜とか、まあ、食材の美味しさって料理の出来上がりねもう全く変わりますから、それだけでね、なんだろう、もう自分が料理うまくなったみたいな感じに錯覚します。今コーンと焼き豚加えてだいたい10分ぐらい炒めてます。だいぶあのコーンの水気も飛ん でこの時点でしっかりとこう長ネギのシャキシャキが残ってないくらい、残っていると辛みがねまだ残ってしまいますので、長ネギのシャキシャキがなくすぐらい炒めたら、ここに味付けをしていきます。お醤油とそれからお塩ですね。お塩も加えていきます。焼き豚にも味がついてますので、ここで加える調味料は少量で大丈夫です。うわ、いい香りが醤油の香ばしいいい香りがしてますね。で、だいたい1分ぐらい炒めてしっかりと味が馴染んだら、ここにご飯を加えていくんですけれども、皆さん保育園のチャーハンだからもしかしたらすごいフライパンさばきが見れるんじゃないかと思ったかもしれませんが、あの保育園のチャーハンっていうのは大鍋でたくさん作りますので、フライパンでご飯を加えて一緒に炒めたりとか、フライパンをね煽ったりってことはもう重くてできません。で、子供の場合はパラパラのチャーハンを目指す必要はないんですね。パラパラだと逆に口の中でまとまらなくて、それが食べにくさにつながってしまうので、パラパラは目指しません。なので保育園の場合は炊いたご飯をここに混ぜ合わせるだけなので、まあチャーハンというんですけど、炒めるというよりは混ぜご飯に近い形で仕上げます。なのでもう具材が炒まったらこの時点で火は止めてしまって、ここに炊いたご飯を加えて混ぜていきます。で、保育園では、まあ、量がねたくさんありますので、炒めたこのフライパンにも入らない場合があります。私もちょっと今日容量オーバーな気がしてるんですけどフライパンが小さすぎて、なので保育園の場合は大きいボウルとかに入れて最終的に混ぜ合わせるっていう形にしています。いや、期待していた皆様残念な気持ちさせてしまってるかもしれないんですけど、もう保育園のチャーハンは今いわゆる混ぜご飯になります。でね、結構口の中でこうまとまらないっていうこともお子様が食べない要因の一つなんですよね。うまくね唾液と食べ物を混ぜてこの口の中で食材をまとめるって大人は自然にできても、子供にとってはねすごく難しい作業なので、なのでねあんまりパラパラしすぎるのはね、あの子供用にはね良くないというか、あまりおすすめはしないです。私もねちょっとボールで混ぜた方が良かったんじゃないかっていう気はね、まあ入れる前からしてたんですけどまあなんか個人的にこのフライパンにこびりついた旨味を取りたかったから、まあ、もうほら早速壊してるし、うん、混ざりましたね。いい感じに美味しそう。まあ、子供用なんでね色はだいぶ薄いんですけれども、これでもねしっかりと焼き豚とあと醤油と塩の味がして、よく噛むとね本当に美味しいです。子供に大人気です。葵の給食室。給食給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。ではいただきます。お腹空いて食べなすぎて、おいしいおいしい、うん、このコーンの甘みとそれから人参の甘みがすごいお米に浸透していて、すごい食べやすいです。お子様ってねちょっと甘い方が食べやすいので、もうこれならねもうパクパク食べてくれます。おいしい。で、焼き豚にもしっかりと味がついてますので、本当に調味料は少量なんですけれども、噛めば噛むほど味がしてきます。今回のね、あの一番のポイントは
本格的なチャーハンのように炒めてフライパンを煽ったりしてパラパラに仕上げないってところなので、まあ、それを真似してもらえれば大手チャーハン子供用の作るときはちょっとハードルが下がるかなと思います。このチャーハン本当に人気なのでお昼で出すこともあるんですけど、午後のおやつとして補食として出すこともあります。ほんのり薄味でコーンの甘みがあってすごく美味しくて保育園でも大人気なので、皆さんもぜひ作ってみてください。これは実は保育園でも保育士さんたちにレシピ教えてってたくさんねリクエストがあったレシピの一つです。YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると、毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については、概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加、お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。